皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは教室業の成功法則、正しい接客と感動する接客を考察してみるというお話について語っていきたいと思います。このお話をしようと思ったきっかけは、私のインテリアリフォームの中でですね、カーテンとかですね、ブラインドを選んでいく時の、ある2つの店舗 の、 接客を比較した時に感じたことで、それはそのまま現在の、教室業の接客にも通じることがあるんじゃないかなと思いまして、今日はそんなテーマでお話をしてみたいと思います。はい、それでは本題に入りたいと思います。体験をしたっていうことでね、お話をしたんですけど、どんな体験をしたかっていうと、実は私今自宅の、全面改装ですね、マンションなんですけども、入居した時からですね、15年後か20年後には全面改装をしたいと思って今のマンションを選んでいるんですよ。で、入居の時っていうのは新築の時ですね。で、2人で住んでるんですけど、うちは子供がいないので、で 3LDK っていわゆるファミリータイプなんですけども、使いにくいんですよ。もともと 1LDK でいいと思ってた人なので、それっていうのはリフォームをしない限り大概かなわないですね。70平米程度のマンションだったりする時には、だから十何年後とかにはもうしようと思っていて、だから壁とかが壊せる設計、コンクリートの大きいこう躯体って言って、そのマンション全体を支える壁になっているコンクリートの壁が真ん中とか変なところにあんまり来ないような間取りをもともと選んでいたんですよね。実際に機が熟して、ちょうどコロナに世の中が変わってリモートワーク、在宅での仕事が増えてきたのと、これから15年20年とかまだ過ごしていく上で、2人のね過ごし方とか、主人もね定年になって行く時に家でっていう風になると、そこでまたねライフスタイルが変わると思うので、それに備えたちょっと仕切りを、変えようと思いまして、全面リフォームすることにしたんです。で、その時に私はもともとインテリアコーディネーターもやっていたし、新築もリフォームも両方とも自分で図面引いてやっていたタイプなので、それはそれは思い出がいろいろあるわけですよ。やりたかったこととかね、お施主さんのはいろいろやってましたけど、自分もこういう時はこういうふうにしたいなみたいなのもね、うっすら思ってたものと、当然制約はあるんですけれども、その中で間取りとか設備とかも、設備とか多分普通のマンションの建て売りというか新築の時にはついてないような仕様のものをめっちゃグレードアップみんなして、ここは大盤振る舞いドーンと改装やるんですけれども、その中の一環に、最後の方で大体関わってくるんですけど、カーテンとか、あとバーチカルブラインドって言ってこう縦型のブラインド、横型はホコリがたまるのであんまり好きじゃないので、縦型のラインがねスッとして天井が高く見えるっていうこともお気に入りの縦型のブラインドですね、これを注文するっていうことでですね、家電屋さんというか、そういうのを扱ってるところに行ったんですよ。で、ちょっとね建築始まる前に一回大体ざっくりした予算を知りたくて、でそちらに行った時、今コロナの時ですから接客時間も1時間っていうのが決まっている中での、お話になっていて、で次から次へとね人が来るような、例えば1日3組とかになってるらしくって、で私が10時に予約を入れたら11時までが私の時間だけれども、それ以降は密を避けるために、予約が入っていなければ中はね自由に見てもらってもいいですけど、みたいな状態で1個目のところはお話しさせていただいて、で確かに時間も区切ってあるし、こちらがある程度聞きたいことに関しては、答えもしてもらっているので、接客の形態としては正しい接客だったんですよね。正しいんですよ。時間内にちゃんと終わってるし、私が尋ねたことを答えてくれてるし、という意味では正しい接客だったんです。だけれども、なんていうのかな、私
多分ここ頼まないかなっていうふうにちょっと思ってたんですよ。はい、思ってた理由は何だと思いますか？頼まないなって思った理由はですね、こちらが言ったことに対しては対応してくれてるんです。だから正しい接客なんですよ。だけれども今って、何て言うんですかね、次にねお話しする感動する接客ですね。感動はどこから生まれるかっていうと、想定外という内容から生まれてくるものが感動になるわけですよね。で、特にプロフェッショナルの方とお話をするっていう時には、皆さん多かれ少なかれギャップですね、感動。だから自分が知っていることを知っているように答えてくれているだけでは感動はしないんですよね。私が知りたいことは答えてくれてるんですよ、質問に。こういうふうにしたいと言って。でもそれ以上の逆提案がなかったんですよね。あとやっぱり時間がすごい気になるから、向こうの方も1時間できっちり終わらせようとするこうオーラをすごく感じるので、クリエイティブの方っていうのがアイディアとか、そういうものね、交換しながら生まれていく部分があるんですね、特にインテリアの方とか。だから私もね、一人だったら、まああれなの、会社でね、命令されてるとあれなのかもしれないですけれども、枠を多分2時間取っていきますね。1時間がメインで、あとちょっと長引いてもね、1時間半ぐらいで、次の方のゆとりを取る。で、2件目のところはね、多分枠2時間取ってるんですよ。だから、1時間である程度、あらかたのところをゆっくり話して、で、こんなのもできますけど、こういう場合にはどうですかっていう、私に合わせた、あちらからの逆提案、プロフェッショナルとしての逆提案をもらえたのが、やっぱ嬉しかったんですよね。ですから、正しい接客っていうのは、言われたことをきちんと答え、時間内に終わらせること、これ正しいんですよ。でもね、感動は生まれないんです。今のお客様はサプライズ、感動と、あとカスタマイズですね。自分のことに向いた内容で、プロフェッショナルとしての意見をきちんと言ってくれるっていう、このあたりがね、必要とされる内容になってくると思うんですよ。で、余談ですけれども、私もコンサルタントをやっています。で、基本個人セッション、要は個々のお客様、クライアントさんとお話しするときには、その方の、叶えたい未来はもちろんなんですけどね、あとは事業形態と、あとその方の性格と考え方ですね、これを加味して最短最適な方法を提案するっていうのが私の仕事になるので、完全にこれカスタマイズオリジナルのところですよね。だからクライアントさんが言ってくることだけに答えているだけだと感動はないけれども、私の場合にはご本人が気づいていないけれども価値がある宝を掘り出すとか、ご本人が気づいてないけど、その方向は今の世間一般の流れからすると遅れてるよとか、いまいちだよとか、そういう本人が気づいてないことを伝えるっていうことに、価値があると思っているので、それを日々研鑽とかも当然しているわけなんですけどもね。で、それによって感謝されるっていうことになる。だから、よくね、言われるんです。今こうやって私お話ししてますね、YouTube で。ノウハウに近いことも結構たくさん喋ってます。で、勘のいい人ならそれを自分に置き換えて、きちんと実践すると、きちんと成果が出る話を出し惜しみなく言ってるつもりです。だから、原理原則とか、ノウハウ自体は別に出し惜しんでないんですよ。というのが、そこに価値があるっていうふうに思っていないからです。私がコンサルをする上で価値があると思っていることは、その情報の組み合わせと、その人に合わせてカスタマイズした感動する答えを出すことが私の仕事だと思っているので、だから正しい接客レベルでは今の世の中が追いつかないということになっています。ちょっと私のね、話を余談で話しましたけど、じゃあちょっと本筋に戻るんですが、で1件目がそんな感じだったんですよ。で、2件目は、なんでそこに行くことになったかっていうと、1件目が満足しなかったからとか、そういうことではなくてですね、たまたまネットを見てたら、光をですね、吸収拡散して、窓の光ですよ。
で、さらに増幅させて、乱反射で増幅させて、部屋の中に光を取り込んでくれるというブラインドがアメリカから来たみたいなのを紹介しているサイトにたまたまたどり着いちゃったんですよね。これは実物見てみたいよと思って、実物を見に行くことと、あと予算が知りたい。なんとなく高そうな感じがしたので。実際ちょっと聞いたら、普通のブラインドの、バチカルブラインド大体1.5倍ぐらいするらしいんですけれども、まあ、それを見に行くっていうことで予約を入れて。で、その時に、まあ、確かに予約制なんです。でもね、おそらく2時間枠を取っていたのと、私がもうある程度こういうふうにしたいっていうのが固まってるのはあったんですけれども、それに対してちゃんとさらにプラスアルファのプロとしてのアドバイスをプラスアルファでくれたことによって、私の中でこうかなと思ってたのが、まあ、さらに明確に具体的に話がね進んでいって、インテリアに対して、まあ、どういう、まあ、普通にレースカーテンドレープっていう、いわゆる二段構えのね、やり方をする部屋と、やっぱりバーチカルブラインドが好きなんです、もともと私。今の家もそうなんですけど、ただいろいろ条件があって、私写真とかも教えるので、そういう意味ではミラーレースって言って、外から光をこっちがつけてても外から見えない、でもこっちから向こうがよく見えるみたいな、そういうミラーレースっていうレースがあるんですけど、まあ、それを入れることによって家の中にも光を取り込んだり、庭の風景もカーテンレースカーテン引いたまんまでもうっすら見える状態をしたいっていう、まあ、いろんな細かい要望があるんですよ。で、それをじゃあこういうふうにしたらいいですかね、こういうふうにしましょうかとかって聞いてって、あらかた話はまとまったんです。で、金額の方がですね、前の時はその細かい話をする、まず時間がなかったっていうのと、それをなんかあんまり聞いてもらえる雰囲気がなかったっていうのと、なんか現地調査というか採寸とかお願いした時に、なんか融通が効かなさそうだなっていう匂いを感じてしまったので、頼んだ窓の数ももちろん少なかったんですね。まあ、少なかったって言っても、まあそこそこ あれですけど、確か20万とかぐらいだったのかな、確か。まあカーテンにねっていうところはあるんですけど、まあ、今回はある程度こう満足いく仕様で作っていこうみたいな感じで考えてた、まあ仕方がないかみたいな感じで思ってたんですよ。で、今度は窓の数も増やしちゃったんですね。なんか話をしてたら、あ、ここもやめとこうかと思ったけど、やっぱりお願いしようかなっていうのも出てきて、結果もともとの見積もり自体も多かったんです、そもそもが多くて。で、なんと出てきた金額が、まあ、55万だったんですよ。倍以上ですよね。まあ、最終的には採寸して価格決定するんですけど、まあまあ、それでもそこそこ高いだと思います。元からね、考えれば。で、でも私多分ね、そちらにお願いするんですよ。高いのは、窓が増えたのはあるし、仕様も良くなったのは分かっているんだけれども、やっぱり親切にきちんと対応してくれて、採寸の段取りの話とか、内容とかがね、すごく分かりやすくちゃんと言ってくれたんで、要望を全部吐き出すというか、伝えることができたものに対して提案くれてるんですね。はい、ということでですね、その前のところは、まあ、20万ぐらいだったんですね。で、片やその感動する接客のそちらの方は、まあ、50万超えてるわけですよ。約倍ですよね。それでも正しい接客をして失注、要は発注が入らなかった、感動する接客をすることによって高単価でも受注が入ってるんです。だからこれっていうのは、今の世の中の、割と真理だなというふうに思っていて、真理っていうのは、要はカスタマイズされた形できちんと提案できていることの方をお客様が選ぶ可能性が高いという傾向が、まあ、いろんなところで見て取れてるんですね。だから通り一辺倒の接客、例えば通り一辺倒の講座の作り方、あとはその説明とかだと、今後は決まりにくくなっていく可能性があるなというふうに考えたんです。教室業もですね、感動する接客が必要になると思っているからです。
ですので、全てをね、カスタマイズしろとは言わないんですけれども、お客様から言われたことに応えるっていうのは当たり前で、そのお客様の真意を汲み取って、自分の思いをプラスアルファ乗せてより提案をするという教室が、まあ、今後きっと人気になってうまくいくんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、ということでまとめに入ります。教室業の成功法則、正しい接客と感動する接客を考察してみるの答えですが、これからの時代は感動する接客の方にシフトしていく方が教室業がうまくいく、繁栄するということになります。はい、ぜひご参考にしてみてください。それでは。